いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ご一つ。はい。慶明大学へ全強敵ですね。うちの姉貴の友達が慶明大なんで、この間連れてってもらってちょっと稽古を覗いてきました。もうどんな調子だった？警察から師範級の人を2人も専任コーチに呼んでます。なかなか充実してますよ。うちより部員も多いし。慶明大の剣道部は金があるからな。年額60万も予算もあれば専任のコーチも雇える。 OB の寄付も多い。しかし金には負けないさ。勝つのは稽古だ。それだけだよ。あの連中汚えな。またやってやがる。何やってんだ。あいつらここへ来るといつもあのボックスに陣取るんだ。あそこで女の子がトイレ入るの待ってんだ。まあ見てろよ。よっ、いい気持ちだった。あんた長かったね。たくさん出た。お、なんかついてるよ。なんてやつらだあいつら。汚ねえよ。まったく注意してやりましょうか。おい、席を変えよう。すげえ音だったぜ。スクワットした。よっ、いい気持ちだった。いや、僕は剣道部の国部だ。君らは大学の名誉を傷つける行為をした。だからこの席を買ってくれ。何言ってんだ。他にいくらでも空いてるじゃないか。だから空いてるところへ移ってくれ。さあ席を移ってくれ。さあ。君らの席はそっちだ。そこだ。そこは入れ。あの野郎ひげやな。ちくしょう。どうするって、どうすることもできないよ。みんな一緒に出るか。かっこ悪いよ。おめえ先に出ろよ。ついてねえな。出ろよお前。どうせよ。出ろよ。そう思ったの。鳩を殺そうとしたわね。バカ野郎。今やっと分かったわ。なぜ傷ついた鳩を殺そうとしたか。あなた無意味なあがきに怒ったのね。あなたの手から羽ばたいてまた落ちてきた鳩の醜さに我慢がならなかった。そうでしょ。でも鳩を殺そうとしたことは恥ずかしい。いいじゃないの。私が厩舎に返したんだから。でも結局あの鳩は死んだそうよ。死んだ。あなたって素敵だな。いつも怖いほど心が張り詰めていてね。応援団のパーティーがあるでしょ。行かない。私も行くわ。